鬼滅の刃、日の神血風譚。鬼滅の刃、日の神血風譚。皆さんこんにちは、竈門炭治郎役の花江夏樹です。今日はですね、ついに10月14日に発売予定のゲーム、鬼滅の刃、日の神血風譚をプレイしていきたいと思います。なんと今回はですね、先行してプレイさせていただけることになりましたので、魅力をお伝えできたらと思います。ソロプレイモードとバーサスモードっていう風に分かれていて、ソロプレイモードでは主人公炭治郎となり、鬼滅の刃で描かれたストーリーを追体験できるというモードと、バーサスモードは炭治郎、禰豆子をはじめ、アニメ本編に登場するキャラから2キャラを自由に組み合わせて対戦ができるという、そんなモードがあるんですが、まずはソロプレイモードをやっていきたいと思います。いや、めちゃめちゃ楽しみにしてたから、めちゃめちゃ楽しみお、出た。原作後藤家小春、かっこいい。このメラメラしてる感じで始まるんですね。日に映るは、お、鱗だけ霊言の舞、かっこいい。これ今回実況なんですが、日に宿るは歴戦の湯。このムービー中はどうしようかなっていう、え、っていうかここからなんだ。紡がれる強者の感慨。完全に今鱗滝さんの合いの手見て、制作サイバーコネクト2行方もの意志、原魂の糧となりになってますけど、こういうセリフは普通に聞きたいよね。鬼を滅する力とならん、なんかファンとしては普通に聞きたい気持ちがある。なんでちょっと静かにしつつ、なおもバランスを終わることなき取っていきます。人気の決戦、やっぱこれ喋んない方がいいかもしんないな火に宿るは歴戦の湯。おー、出た炭治郎、かっこいい。火に映るは、今の演出いいな。あ、喋りました。少年の覚悟。おー、熱い。制作アニプレックス。あ、こっから始まるんだ。お、もういきなり戦闘モードじゃん。これ皆さん、この炭治郎のこの髪長い状態、めちゃめちゃレアですからね。一瞬しかこの髪型じゃないから、焼き付けとこう。ここの戦いは熱いよ。もうサビトとね、マコモが炭治郎にいろいろな技術を教えてくれますからね。あ、喋った。かっこいいんだよな、サビト。どうしようもなく弱かったお前が剣士となるため、はい、呼吸を身につけた。頑張りました。幾千幾万と刀を打ち込み、腕が悲鳴を上げてもなお、そうなのよ、刀を振り続けた。すごい期間やったのよ。俺に何度倒されても立ち上がり、でもこうやって結構ゲームのオリジナルのセリフというか、なんか保管してくれるセリフがあるから、今俺に真剣を握らせていることが何よりの証。いいですね。え、いきなり戦うんかな。え、行く開始。ちょっと待って、あ、チュートリアルだ。画面上部には2本のゲージがある。緑色のバーが体力ゲージで、青色のバーが技ゲージ。相手の体力ゲージを0にすれば勝利。技ゲージは技を使う時などに消費するが、時間の経過とともに回復するぞ。奥義解放ゲージ、相手に攻撃を当てたり逆に相手の攻撃を受けたりすると溜まっていき、ゲージが溜まると最大3つまでストックされる。奥義や解放が発動できる。コンボ数の右横に表示される円形のタイマーは、コンボを継続できる制限時間を示している。まあ習うより慣れろっしょ。行くぞ。うわ、すごい軽快な動き。修行したからな。あ、このサビとは結構優しいねひたすら横ステップを繰り返してくれてる。え、じゃあまず通常攻撃4連、四角4回。お、かっこいい。次 RT を押しながら四角つかみ技。炭治郎のつかみ技確か頭突き。これあのお母さんのキエさん譲りの石頭で、割とね作中でも頭突きで戦うこと多いんだよね炭治郎ってね。まな板にもなるっていう便利。そして今ちょっとやっちゃいましたけど、まるでステップ、これで避けんのかな。そしてガード、これはどうすればいいんだ。足を動かせ。お、防げた。やるな。動かさない方がよかったね。あー、これ楽しいな。いろんなアクションあんだね。いくぞ。水車、うまい。次滝つぼ。 RT を押しながら三角ねじれ渦。いい、同じ声だ。いいぞ、調子いいぞ。世界でただ一つの遊び方だ。このあの地面のこの水の残り方いいね。スティックを素早く倒した瞬間に四角、こうか。あ、こうか。はいはいはい、追尾ダッシュ。おっと、ここでもかまど少年の石頭。
おお、いいいい。で、解放。L2 で解放。お、出た。あ、足速くなった。お、ちょっとモーションも変わってる。解放中に L2 全解放。うお、全解放。これ全解放。どうなるんだこれ。全解放するとどうなるんだ。いいよ、いいよ。おお、通常のコンボの中に技が入るようになる。解放すると。で、あと奥義。来た、当たったぞ。お、聖セル天来た。銃の型聖セル天。この炭治郎だいぶ修行積んだな。でも全然サビトの体力は減ら、あ、来た。お、評価 S、 やった。まずい。あっ、うわっ、めちゃめちゃ動くじゃん。覚悟が足りていない。すみません。鱗滝さんに何を教えてもらった。足を止めるな。立ち止まるな。こっから本番って感じか。男なら、あ、出た。男に生まれたなら進む以外の道などない。名言きました。さあ立て。立ち上がり、もう一度挑んでこい。何度挑んでも。結構ストーリーをちゃんと深掘りして、ゲームオリジナルのセリフとかもありますね。かなり。こんなことに。幸せが壊れる時にはいつも血の匂いがする。やっぱ自分の声をこう聞きながらゲームするって面白いね。収録を頑張った甲斐がありますよね。辛いのは、あ、ねずこ出てきた。お兄ちゃんも同じでしょ。いい子なのよねずこは。本当に顔を上げてよ。一人だけ悲しまないで。でも改めて私も一緒だから、この序章を見ると兄弟二人なら辛さを乗り越えられる。かなり炭治郎は辛い思いしてるなって。そうでしょ。再認識するね。妹を人に戻す方法を探るためにも、みんなの仇を取るためにも。最初からめちゃめちゃ熱いね。刀を握ることを決意した。うん、そうだろ炭治郎。よっしゃ行くぞ。今日こそサビトに勝つ。よし行くぞ。お、こっからもうガチ対決だ。よっしゃ全力で行こう。 さっきのチュートリアルの成果を見せますよ。これ割と戦闘中ずっと喋ってくれるから嬉しいね。お、倒した。決着か。あ、こっからもう勝ち確定のムービーかな。いや、かっこいいの来るよ。はい、呼吸して。え、うわ、あぶねえ。びっくりした。あ、これ連打だ。うわ、そういうの入るんだ。言って言って、びっくりした。これ負けたらどうなんだろう。あ、うちだ。いけるぞ。いや、違う。早い。左。見えた。見えた。月の糸。よっしゃ、いけー。あっ、四角。あぶなー。おー、おっしゃ、勝った。はこのコマンド操作をさせつつムービーを見せるスタイルだ。このね、サビトの表情がめちゃめちゃいいんですよ。原作のね、このコマめっちゃ好きなんだよね。お、S 来た。わっしょい。これね、できれば全部お見せしたいんですが、尺的なところもあるので、そこはもう発売してからぜひプレイしていただいて。ここもいいシーンですよ。鱗滝さんがこう抱きしめてくれるシーンね。じゃあもうここがこのゲームのオープニング的な感じか。またナレーション来ました。覚悟示すは鬼滅の刃。鬼滅の道。あ、ちょっと惜しい。かっけえ、鬼滅の道。ということで無事序章をクリアしたんですが、するとこんな画面が解放されました。今プレイしたのはこの狐の面のマスですね。その前に4つこのムービーシーンみたいなのが追加されて、これがまあ思い出として炭治郎に何が起こったのかとか、ゲームのストーリーに組み込めなかった部分の補完がされているっていうことですね。じゃあ次の章行ってみましょうか。鍛錬の成果、
これも最終選別に行くんだ。さあ今ムービーシーンが終わり、鱗滝さんとお別れをしたところで、なんと炭治郎を自由に動かすことができるようになりました。こっからは探索かな。わ、なんか動かせるだけでめっちゃ楽しい。そしてマップ上にミッションだったり、こういうアイテムだったりがあるんですけど、こう思いのかけらね、これはさっきの画面で入手するとムービーが見られるようになると。来た、藤重山。ここが藤重山か。わ、藤綺麗ですね。ここで最終選別を受けて、見事合格すると鬼殺隊に入隊できるという。はい、善逸と玄弥、そしてカナオ。伊之助はもうこの段階ではどっか行っちゃってるのかな。のか、いや、黒髪の子供に話しかけよう。じゃあその前に善逸行ってみるか。喋ってくれるかな。この時善逸は何を思っているのか。あ息が荒い。頑張れ。うわ、めちゃめちゃモノローグが。じゃあ玄弥行ってみよう。おお、辛辣。カナオは多分喋んないよね。では行ってらっしゃいませ。じゃあ最終選別行くか。お、この階段を登ればいいんだな。鬼がこの先に。はい、ここからはまた探索パートですね。藤重山を探索して、最終的に多分ボスの鬼と出会うんじゃないかなと。囲まれてとても綺麗だった。これは何だろう。あ、これ匂いかな、多分。これをたどって進んでいった先にボスがいるみたいな。いました、怯えた大使。これなんか鬼来そうだな。ちょっと話しかけてみましょう。あ、怯えてる。あの、どうしたんですか、大丈夫ですか。近くに鬼がいるかもしれない。俺も注意しなくては。慎重に進もう。いいよ、セルフフルボイスにしていこう。どんどん。お、近くに鬼がいるかもしれない。来たぞ。さあどいつだ。あ、来た、最初の鬼。右の鬼が福島純さんで、あの紫色の髪の鬼が鶴岡聡さん。もうこの序盤の鬼に名だたる声優さんがキャスティングされてるってのはやっぱちょっと贅沢なところですよね。裁きを行う、もしくは敵の体力を一定以下に減らすと隙の糸が見える。隙の糸が見えた後に三角を押せば一撃でとどめを刺せる。強い。さばき効果。あ、これだ。うわ、やばい。え、むずい。タイミングがむずい。お願いします。今。あ、やばい。お、来た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 、これだ。あー、でも隙の糸見えなかったな。難しい。お願いします。はい、ここ。あ、ここ。あ、来た、見えた見えた。隙の糸打ちよ。これだ。別のに来た。はい、全開放して、このまま体力を低下させて隙の糸を。あ、来た、隙の糸。ちょっと待ってみるか。結構隙の糸の隙の時間が長い。隙だらけだ。よっしゃ、いいね。ちゃんとね、この後にもムービーが用意されてるんだね。成仏してください。このね、自分が倒した鬼に手を合わせるっていうのが炭治郎の人間性がよく現れているよね。これ以上は。お、行き止まりだ。別の道を探さないとな。どうすればいいんだ。匂いが。お、なんだこの。あ、腐ったような赤い。これは近いぞ。匂いの探知を使うことができる。 R に匂いの探知。あ、これだ。あ、なんか叫び声聞こえる。あっちだ、行くしかない。お、来た。結構道のり長いな。頑張るか。かなり慣れてきたよ。撃ちよ。はい、かっこいい。こっちかな。お、横にもなるんだ。これいいね。えっほ。あれ、善逸だ。あれ、ここ出会うんだ。お、どうしよう。行くか。行くしかないよね。行きましょう。ちょっとなんかドキドキしちゃう。これなんかいいですね。ゲームならではのアナザーストーリーというか、この別の視点からのストーリーいいですね。でもアニメだとね、善逸ちゃんと喋り始めるのは確か11話ぐらいだったから。おっ、うるさいね。ただの風なの。風なら風って言ってよ。風だよ。もういいや。言っちゃった。参加者にもいろんな人がいるんだな。ちょっと大丈夫かな、選別。このね、探索中に流れるボイス結構頻繁に流れるんですけど、これがねかなり収録が大変で、結構なワード数あったんで、すごくね多分飽きずにこういう探索パートを
プレイすることができるぐらいはね、頻繁にこうやって入ってるんですよ。あ、ていうか手鬼来たんじゃないのこれ、この揺れ。先から血の匂い。こっちに絶対手鬼いるじゃん。行くぞ行くぞ。あ、絶対いるじゃん。手形おっきく育ってるね。匂いが強くなってきた。あ、来たぞ、ここだ絶対。行くぞ。うわぁ、勝てるかな。めちゃめちゃでかいんだよね、手鬼。来た、うわぁ、怖え、迫力あるな。でっかっ。来るよ、迷信。今は明治何年だ。今は大正時代だ。いや、令和だ。大正…すごいすごい迫真だ。すごい小安さん、すごい。よし、倒すぞ。いけるかな。いや、やるんだ。行くぞ、開始。うわ、普通にでっかい。うわ、手いっぱい入ってるの。どうするこれ。危ない。やばい。この時か。いや、わかんない。一瞬だね。こうか。で、もうこうだ。はい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 。もうすぐヒットアンドアウェイ。はい、これはちょっと地道に行くしかない。うわ、これどうした、突っ込んでくる。やばいやばいやばい。すげえブヨブヨしてる。あー、そんなの投げないでもらっていいですか。これもうサビトとマコモの話が全く入ってこないぐらい慌ただしい。うん、そうだ、許されるものじゃないぞ。くらい。ほっ、痛い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 。やばい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 。それはずるくないですか。おし、倒した。よし、来た。まだなのか。あー、およかったよかった。行くぞ。甘いんだよな。あっ、これは木にドン。ぐわー、あー、役所の面が。お、この BGM はアニメと一緒なの、いいね。まずい、助けて。兄ちゃん。シゲルだ。兄ちゃん。ありがとう。よし。避けた。まだ動けるの。よっしゃ、行くぞ。俺は諦めない。お前。行くぞ。鱗滝の弟子か。他の弟子。うわ、やばい、強くなってる。強くなっていってー。うわ、範囲広くなってる。うわ、風強い。割と見切ってるな。いけるぞ。何？そんなの、そんなのなかったじゃないですか。そんなのなかったじゃないですか。ちょっと手鬼さん、そんななかったじゃないですか。これもしかして弾けんじゃないのか。いけるぞこれ。来い、隙の糸。いてーく。あ、いいよ、今ピヨってるピヨってる、多分ピヨってる。オッケー。お、まだある。ちょっとそれはずるいんじゃないの。お、なんだ。バッ、これは油断ならないね。よっしゃ、水面切りだ。行くぞ。でも、ね、空中ではこの攻撃をあるんだな、石頭がね。四角弾かれた。あ、全集中、水の呼吸。バッ、大丈夫だ。まだあるか。俺の首は硬い、こいつは切れない。一の肩。よいしょ。水面切り、きたー、勝ったー、やったー。最後に見るのが鬼狩りの顔だなんて。ここもいいよね、原作読んでてすごい印象的なシーンですよね。ここはだからアフレコも結構大変だったんですけど、それをまたこうゲームで再現しなきゃいけないっていう大変さもね。悲しい匂い。プレイできるってのは嬉しいことなんですけど、
そこがね、かなり収録でね、精神的に大変だった。神様、どうかこの人が今度生まれてくるときは鬼になんてなりませんように。ほんとすごい再現度だよね。さあそしてストーリーを少し進めて、ナタグモ山編の前逸のストーリーをちょっとやっていこうと思います。これストーリーによっていろんなキャラを使い分けられるっていうのはすごいいいですよね。めちゃめちゃビビってふふふ言いながら歩く人いる。また炭治郎とは違った探索パートの楽しみ方だね。出たくも心の準備をさせてくれよ。増えてる。2匹いる。じゃあ次3匹来るぞ絶対。頑張れよ。あ、減ってるじゃん。3匹で準備してたんだよ俺は。でも減ってるじゃん。1匹じゃん。同じこと言ってる。減ったら減ったでドキッとするんだよ。なんか謎の癒し空間だなここ。来たよ。さっきとのギャップがやばいけど、始まるぞ。地獄のような鍛錬、お前の力を見せてやれ。このね、やっぱギャップが、うわかっこいい。善逸のね、魅力の一つですからね。かっこいい。かっこいい。超人な刃になれ。こいつ、いけ。行くぞ。なるほど、ここが挟まるんだゲームでは。しー、もう寝てるからね。基本善逸。おいよ、どうすればいいんだこれ。できるだけこの小雲は倒したくないな。雲にされた人間だから。これはあ、これだ。なるほどね、霹靂一閃で距離を詰めて戦えばいいのか。これで追いつき、やばいやばい、毒不毒ターン。いや強いんだけど。よっしゃ、やめてください。どういうことですか。何が行われるんですか。なんでそんな遠くに行くの。やだ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 、うわーやーわーあ、ちょっと待って、やばい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 。忍さん、ギリギリの戦いすぎるな今だ。よし、ギリギリ、危なー。よし、お前たち飛びかかれ。いけ善逸、バチバチするんだ。そうだ、かっこいい。デレテテ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 ン。 BGM もいいよね。人間不正が霹靂一閃、一つのことを極めろ極限。いや、そうそうね、来るのね、油断してちゃいけないね。バツ。おお、そして月をバックに、いいね。皆さん、今なんやかんやってルイと戦ってます。この戦う前のムービーシーンとかもめちゃめちゃ良かったので、ぜひ製品版をねプレイしてほしいですね。と言いつつ、これ勝てるかな。うわー強っ。なんかこれシューティングゲーっぽいな、ルイのこの攻撃。おいし、なに、まぜ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 。あー、そういう感じだ、そういう感じね。やめ、いてーくそくそ。頑張れ頑張れ炭治郎。攻撃に当たらないためには、そう反時計回りに回ることで。あぶれ、やばいやばいやばい、そんなこと言ってる場合じゃない。よっしゃ、いくぞ。よし、気を抜くな、今だ。いい、本気の全集中。丸、オッケー、銃の型、四角、四角三角。おお、そんなむずい。生成ルテン、これ発動しないとどうなるんだろう。あ、あ、評価が下がるのか。勝てる、板の強度は。やばい、黒四郎が来る。技術、黒四郎来た。うわ、階層に入るのか。もういいよお前は、さよなら。いつよこの技。
わ、こんな威力高かったとは。ダメだ、この糸は切れない。まだ回転が足りない。さっきの糸とはまるで違う匂いだ。絶対負けるわけにはいかないのに。頑張れ。死ぬ、負ける。もう炭治郎はね、前編にわたってめちゃめちゃ叫んでるんで、もう収録の後なんかすごい過酷なトレーニングを終えた後みたいなそんぐらい疲労感が。あ、評価 A。 あ、ここで終わりか。あ、父さん、息を整えて火の神様になりきるんだ。いけ火の神神楽。かっこよ。その五章の入り方はずるいって。熱い、熱すぎる。いけるぞ。走れ炭治郎、走れ。うわー、かっこいい演出。強い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 、すごい。もう火の神神楽の強さを再現してる。いいぞ、楽しい。この後すぐに動けなくなるだろう。だから、あ、ちょっとセリフが違う。お、モリモリになってる。出し切れ。めちゃめちゃ叫んでるな炭治郎。ここ大変だったよ、収録大変だったよ。ここあい来た。月の糸、熱いんじゃないのこのシーンは。四角、おいけー。いやでもね、まだなんだよ。起きて禰豆子。来た禰豆子、起きて。今の禰豆子ならできる、頑張って。このシーンは見ちゃうな。あー、キエさん美人。お兄ちゃんまで死んでしまうわよ。そうなのよ、このね、お兄ちゃんまでっていうね、までがすっごい悲しいんだよね。来た、いいぞ禰豆子。まるふっ。あ、ここのねカメラアングルもこだわって切ることはできない。2カメ使っていきましたね。よーしゃ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 ー。俺と禰豆子の絆は誰にも。よし、かく。おお、かっけー。引き裂けない。かー、決まった。さあ最後はバーサスモードでコンピューターと対戦していきたいと思います。2キャラ選べるんで、炭治郎は結構使ったので、炭治郎以外でちょっと気になるキャラクター、マコモと忍さんというこのペアでいきたいと思います。対するはサビトとギユという、これもちょっと強そうなナイスコンビですね。さあ始まりました。これね、あの隊員同士でやり合うのはご法度っていうのはちょっと一回ゲームっていうことで忘れましょう。あ、結構マコモ素早いけど、うわ強っ。ちょっといきなり本気出してきてるやん。お、いい、かっこいい。このマコモとね、サビトのね、水の呼吸って原作だと見られないんですよ。なんでこのゲームなるのってめちゃめちゃ突っ込んできた。このね、あのバーサスモードは2対2なんで、こうやって忍さんを出してサポート攻撃をしてもらったりとか、あとは忍さんに助けてもらったりとか、こう受け身を取ったりね、することができるんですよね。おマコもかなり楽しいぞ、素早くて。よし、勝てる。水面斬り強い。奥義使いたいな。ユウさんだ。やばいやばいやばい。はい、これでどうだ。何防がれた。いてー、もう一回。どうだ。なにユウさん強い。いけ、ガードしないでよ。あー、雫波紋好きだ。投げが七の方、見て見て見て、マコモの投げ雫波紋好きや。おお、強い。ちょっと奥義見せたいんだけどな。4本目。ちょ、奥義いきますよ。いくよ、いけ、当たれ。よし、水の呼吸、お
服の型、水流しぶき、ラン、かっこいい。じゃあね。おお、超かっこいいじゃん。よし、忍さんでいきます。はい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 、忍さんも早いね。すごい、めちゃめちゃ綺麗。はい、もう必殺技いっちゃうよ。はい、奥義。おお、刺すね。蝶の舞、戯れ。うわー、美しい。なかなかあれですね、忍さんはまだ技が戯れしかアニメで出てないから、他のこう通常モーションを多分考えるのがすごい大変なんじゃないかな、ゲームを作ってるサイドとしては。でもこれ、あのストーリーモードの時に思ったんですけど、これかなり作ってるスタッフの皆さんは原作アニメめちゃめちゃ見て研究してると思いますね。あ、ギウさん出てきた。あ出てきた瞬間倒しちゃった。あー、まあしょうがないね。仲良くするのは無理なようですね。残念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 。じゃあ最後はこの組み合わせでいきたいと思います。ちょっとさっきね、義勇さんをあんまりお見せできなかったっていうところで、鬼滅学園やっぱ皆さん気になってるんじゃないですか。これネタキャラなのか、めちゃめちゃ本当に強いのか。まあでも動き的にはめちゃめちゃ素早いよね。お、威力もなんかありそう。いいよ、竹刀で、竹刀から水の呼吸が出てる。おお、すごいすごい、竹刀で生成ヘルテンしてる。いいですよ、いいよいいよ。水車、うわ、なぎが、なぎが通常の必殺技としてなぎあります。痛い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 、いける。おお、来た。後で生徒指導室に来い。てんてんてん。お、勝負あり。何が起こったんだ。返事ぐらいしろ。そんなひどいことしなくても。よし、2本目開始。今度は炭治郎で行こう。ちょっとね、ネズゴと戦うのは忍びないけど、まあ、結構バチバチに木刀から水の呼吸が。はいはいはい、行くぞ。よいしょ。お、出た、パン屋、かわいい。そんなことある、そんなことある。出来上がり、もうめちゃめちゃだな。もう、ここまで来るとギャグの世界の人間たちだね。結構ね、鬼滅学園のボイスはこれちょっとなんか痛くなさそうな感じで撮ってますね。ウォーとかなんかちょっとギャグっぽい感じを入れて。な、勝負あり、ありがとうございました。さあ、ということで日の神血風譚プレイしていきましたけれども、ちょっとストーリーももっとお見せしたかったですし、バーサスモードもちょっと全部のキャラクターやってみたかったんですけど、今回はここまでとなります。10月14日発売です。本当にあの鬼滅の刃の世界を完全再現してると言っても過言ではないぐらいすごいクオリティが高かったので、ぜひ皆さんゲットしてプレイしてみてください。そしてこれからも鬼滅の刃を楽しんでいただければと思います。僕もこれからも炭治郎を演じるのを頑張りますので、よろしくお願いします。それではまたどこかでお会いしましょう。さようならー。